エルンスト・フリードリ・ヒビル・ヘルム・ボーデン・ゾーンは、ドイツのフルート奏者、作曲家、シュパヤーの生まれ、幼少期より独学でピッコロを吹きこなしつつ、姉に、ピアノ、地元のバイオリン教師からバイオリンをそれぞれ習った。しかし、16歳の時に、木製のフルートに夢中になり、改めて、マンハイム国立歌劇場の首席フルート奏者であった、マックス・フューラーのもで研鑽を積み、 マンハイム大学に進学した。1935年から兵役につき、1937年に除隊後、クバンツコレギウムを結成し、しばらくカールスルーや歌劇場にもフルート奏者として出向した。1939年に、再び兵役につき、捕虜生活を余儀なくされたが、第二次世界大戦終結後に釈放され、1946年から、 クファルツフィルハーモニー還元楽団の首席フルート奏者に取り立てられる。1948年にバーデン・バーデン、南西ドイツ放送公共楽団の首席フルート奏者に転出して1972年までその任に当たった。任期中の1952年にはクバンツ・コレギウムを再結成してその合奏団を率いるようになった。1957年からは クバンツコレギウムとモーツァルトシュロスファボリテ音楽祭を主催した。1991年に演奏活動から引退。バーデンバーデンのミッテルバーデンクランケンハウス、エバーシュタインブルク病院にて死去。エルンストフリードリヒビルヘルムバデンサンズ、コンポジットリッシャーウントハーウスジーデバナービートラック、ツアーブレザームジーク。2017年5月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2017年5月19日閲覧。ツアビオグラフィフォンエルンストフリードリヒビルヘルムボデンソーン。2017年5月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月19日閲覧。ありがとうございます。